クノマイヤー、またはクノマイヤー、ドイツのケルト言語学、文学者。生涯を通じ4つのケルト学芸師を創立、教編。第一次世界大戦の開戦時に訪米中、母国ドイツ用語の姿勢を貫き議論をかした。学会では主にケルト辞書学者として知られているが、アイルランド大衆にはむしろ1911年観光のアイルランド古士戦を通じて、 古代の詩文学について広めた人物として、親しまれている。古、中アイルランド語の物語、伝説の原文、英訳を多数発表し、多数の論文における幅広い題材は、人名、地名や法制度の考察にまで及んだ。ハンブルクに生まれる。シカのエドゥアルトマイヤーは実景。地元の名門ヨハネウム学院に就学。青年時代の2年間を、スコットランドのエジンバラで過ごし、 英語を習得している。1879年、ライプツヒ大学に入学し、エルンスト・ウィンディッシュに指示。1884年、アイルランド版、アレクサンドロス物語と題する論文で博士号を取得。後、英国リバプール市のユニバーシティカレッジで、ゲルマン言語講師に着任。この時期、コアイルランド語やケルト言語全般についての執筆を発表するかたわら、 ドイツ語の教科書の制作も行っている。1896年、エルシー・シュテルンと共同で、ケルト文献学の学術誌、ザイト・シュリフト・フュア・ケルティッシュ・フィロロギーを創刊、両人ともその編集に当たった。さらに1898年、ホイットリー・ストークスと共に、辞書学の学芸誌を立ち上げ、1900から1907年の間に全三巻を刊行している。 1903年、ダブリン市にアイルランド語学習校を設立。翌1904年にはその期間、し、英流を創刊し、編集者を兼任した。同年、王立アイルランド学士院で、トットカンムリ名、ケルト言語教授に就任している。1911年10月、ベルリン市のフリードリヒビルヘルム大学の招聘を受け、ハイン・リシツ・イマーの公認として、同校のケルト言語教授となった。 翌1912年、その専任を祝し、生徒や友人による一冊の記念論文集、雑録が刊行されている。また、ダブリン市、コーク市より自由市民の称号を受けている。第一次世界大戦の勃発を機に、マイヤーはアメリカに渡り、コロンビア大学やイリノイ大学アーバナシャンペーン校などで講義を行った。1914年、 アイルランド独立支持の在米団体クランナ、ゲールを聴衆に、ニューヨークのロングアイランドで演説したが、ドイツ支持の内容だったために、英国、アイルランドで反感を買い、ダブリン市、コーク市のフリーマン称号を剥奪され、リバプール大学の名誉教授職も失った。同じ頃、アイルランド語学習校の理事職、エイリーブ、編集長の地位も辞している。ハーバード大学からも、 抗議の招待状を受けていたが、1914年秋になると、プロパガンダ的活動を理由に、その招待を撤回された。この扱いに不快感を示すも、この時は、同大学の交換教授制度に立候補している。しかし、ハーバードアドボケット氏が1915年4月号に、ドイツを風刺する、神は我らと共にという誌を一等賞として掲載し、 しかもその選者が教授2名だったことで中立性の欠如を求断する書簡をハーバード大学を送りつけマスコミ各紙にも配布した。これに対しローウェル学長はハーバード大学における言論の自由の方針は生徒、教員の言動を束縛せずドイツ派も連合国派も隔たりなく発言を認めるものであると返答している。1915年カリフォルニア州で 列車衝突事故に遭遇、その治療中二十七歳の看護婦フローレンス・ルイスと出会い、間もなく結婚。一九百十六年参戦中のドイツに妻フローレンスは娘を伴って先行し、マイヤーは翌一九百十七年にこれを追った。一九百十九年、フローレンスがスイスに滞在中でドイツに戻る準備が整わずいるうち、十月十一日にマイヤーは ライプツヒで息を引き取った。マイヤーの没後の1920年、ダブリン氏は相次いで、フリーマン市民の栄誉を復活させている。ダブリンでは、シンフェイン等が、市議の多数議席を掌握して3ヶ月後、1915年、当時アイルランド議会党主導で行われた、マイヤーの栄誉剥奪を撤回させた形となった。しかしこれはあまり広報手おらず、 1965年に改めてマイヤーのダブリン自由市民権復活の訴状運動が起こったほどであった。1920年、知人で言語学者、政治家のダグラス・ハイドはマイヤーを表してその親愛を感じる人柄は右に出るものなく彼自身がアイルランドを愛していたことは疑うべくもないと述べている。またハイドが設立したゲール語連盟がゲール語科目を アイルランド中東教育に追加させようとした活動でもマイヤーの役割が決定的となり達成できたとしている。W.T. コズグレーブもダブリン市会議員だった当時、マイヤーの自由市民権剥奪には異議を唱え、マイヤーをホイットリー・ストークスの死後、随一のケルト学権威と称し、今健在の誰よりも、 アイルランドの学術とアイルランド国家の栄光に尽くした人物と評している。2004年、プロインシアス・マッカーナは英流史100周年版でクノマイヤーを偉大なる学者と称え、ジョン・ストラハンとの見事な連携で同志の最初期の編集に当たったとその手腕を評している。マイヤーは外国人の立場にありながらアイルランドで皇族のケルト学者が養成されることを 絶望していた。アイルランド語学習校及び英流の設立もその目的達成のためであった。その後、マイヤーの訓当を受けたガクトラが英龍部編集者を歴任したことで、果たしてマイヤーたちの大使は成就されたとしている。以下、マイヤーが発表した執筆の一部である。ありがとうございます。